こんにちは、こんばんは、モナロチャンネルのモサです。モナモナ、そしてどうも、ショウヘイ TV でーす。お疲れ様です。モナロチャンネルっすね、もはやそうだね、はい、本日は川崎北シニアへの潜入取材、よーし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。オープニング撮り忘れました。はい、それではどうぞ。お願いします。はじめまして、ボナールチャンネルのマサです。いやです。ボナー、ボナー、よろしくお願いします。お願いします。せーの、キャッチボールやっていきたいと思います。キャッチャーのライト君がキャプテンだそうです。まさ右、まさどうまさ、ゴールまだ右、オッケー、左どう？まだ見ろこっち。オッケー。どう？これ。まだね。わたりいけ。オッケー。どう？どう？もう二枚入れ。二枚入れって。あー、オッケー。カット。あれだ、一人で来いよ。いいね。しかも最高のアングルで映ってたよ今。いいね。見させていただきました。首です。これ足の運びの練習だと思うんですよね。なるほど。今から合わせてあの。おい！おっと？あの上野さんに教えてもらったことやんないけど。あっ！どうぞ。お願いします。
マジで練習しに来てるんだよ。うん、見た今の俺正面に来てないよ。入る前に小股で合わせてったわ、うん、あれよ、いきます。もう今日入り方 OK。 ありがとうございます。はい、はい、オッケーオッケーオッケー、当たるよ、当たる、オッケー、特に意識はせず、今選手たち守備練習してると思うんですけど、はい、どういう意識を持ってほしいとかありますか。右足の入り方、うん、だから正面に打ったりとかして右足が入れれば左足の前で取れるんで。なるほどなるほど、はい、グローブ引くの早いな、先につけて、はい。実際こうノックとか打っててもっとこうしてくれたらいいなとかありますか。この子たちが上手くなってくれれば、はい、一番いいものを見るだけなんで。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ということで監督の中村監督に来ていただきました。今日はありがとうございました。まずこの川崎北シニアのチームの特徴をちょっとお話ししていただきたいんですけど、お願いします。はい、今あの2年生が2人と、はいはい、1年生が11人っていう、うん、もう本当にあの少ない人数でやってるチームで、はい、まあ、さらにその中で1年生がメインなんで。そうですよね、はい、なのでまあこれから野球を覚えていくっていうチームですね、うん、本当に新しい。なるほど、はい、ある意味1年生2年生が練習できる環境があるっていうのはいいですよね。そうですね、あの今日も一日見ていただいて分かるように、はい、あのボールに触れる機会がやっぱ多いんで、そこがチームの本当に強みだと思います、うん、はい、これからそのチーム的にはどんどんやっぱメンバーを増やしていきたいという状況では。そうですね、あの来年以降もあの新規入団を募集して、はい、やっていきたいなと。なるほど、はい、たくさん増えると嬉しいです。そうですよね。、はい、興味がある方はぜひ、はい、チームの理想像といいますか目指すチームっていうのはどういう形なんですか。あの中学生なんで、はい、固定概念で、はい、固まっちゃう野球じゃなくて、なるほど、個人個人が野球選手として魅力あるなって思っていただけるような個人が作れるチームで、まあ、そういう選手が試合に出るチームに行きたいなと思います。なるほど、はい、打つだけでもダメだし投げるだけでもダメだし走るところも細かいところまであの見ていきたいなと。ただまあ基本的にはその体が小さいから右に打てとかそういうことは絶対言わないんです。なるほど、全員がフルスイングして全員がホームランバッター、いつ大きくなるかもわからないし体が、でそこを目指して次のステージ行って、まあ、結果2番バッターになってもしょうがないと思うんですけど、はい、今の打つからの小さいからって右に行けとか送り前バントだとかっていうのは全然やるつもりはないです。うちのチームならではの練習メニューとかってあったりするんですか。バッティング練習ですかね。今日はちょっと午前中に終わっちゃったんですけど、はい、フリーバッティング他のチーム多分5本何回とか、うんうんうん、何本何回とか、はい、大人が回数決めるんですけど、はい、うちはもう今日だって言えば各25分間であれば何回打ってるか、おお、打ちたいやつは打つし疲れたやつは休む。なるほど、はい、だからやれるやつはあのやれる環境にはある。メジャーリーグみたいですね。アメじゃそうなんだ。なんかその何分みたいな感じで普段の活動場所はどこになる。普段はあの多摩川です。多摩川の河川、はい、こういう選手に入ってきてもらいたいなみたいな理想ってありますか。まあ、入ってくるのは、まあ、誰でも行くとおかしいけど、はい、野球好きな選手であれば誰でもいいんですけど、うん、やっぱ自分のことは自分でやる選手になってほしいっていうのがやっぱあります。それはもうある意味野球以外の部分でも通じるところはありますよね。そうですね、全部選手にやらせますんでっていうので、はい、もう要は設営して釘打ったりするのも全部選手がやる。なるほど、はい、時間はかかるけど、はい、自分のことは自分でやる。まあ、ただそういうのやらないと公式 の, その安全の大事さとかって分かんないと思うんで、ネット張らないと、はい、なのでそういうところは求めたいので、うん、そういうのが嫌じゃない選手に来てます、うんうん、はい、このチームのコーチ陣の特徴とかっていうのはございますか。結構感覚としてそうコーチ陣がすごい多いなっていう。そうですね、はい、あの今ちょうど夏 の, その集中練習の時なので、はい、OB も来てもらったり、キャッチャーも来てもらったりするので、ヘッドコーチ中心に、キッチンコーチと内野手にと、はい、具体的に監督、はい、ヘッドコーチ、ヘッドコーチ、キッチンコーチ、キッチンコーチ、内野手に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 、ソウルコーチ、ヘッドコーチがあの外野も見るんで。なるほど、はい、でそれ以外に OB の方だったりとか、一人に一人つけるぐらいいるんじゃないですか。本当に思いました、最初見て、本当に一人に一人コーチついてるみたいな、うん、そうですね、はい、今、小学6年生の方、お試しとかってそういうのぜひ、いつでも体験してますんで、入れてますんで、ホームページもあります。なるほど、じゃあ概要欄にホームページ貼っておくので、はい、ぜひチェックしてみてください、はい、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございました。助け、よっしゃ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 川崎さん、テイクオフ。うぇThank you.
熱中症対策でマジでここのプールに練習終わったらみんな飛び込むらしいんですけど、あ、やばい、これハマるかも。おいおいおい